マ馬湾とココヘッドマ馬湾ハ馬湾マ、馬湾のビーチマ馬湾はアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島南東部にある湾である火山の噴火によってできたものでタフリングに分類される現在では観光地として地元の人々や観光客から親しまれている正式名称はマ馬湾自然保護区英語ではマ馬イというためマ馬イとも呼ばれている 入場料は一人一日につき7.5ドル。12歳以下の子供とハワイ州居住者は無料である。花馬湾では以下のような自然保護に関わる厳しい規則が設けられている。花馬湾ではビーチに降りる前に9分間のビデオを見ることが義務付けられている。主に自然保護に関する教育ビデオであるが、花馬湾の成り立ちや安全な海での遊び方なども含まれる。ビデオ自体は 英語で上映される。ビデオは1年に1回だけ見ればいいことになっている。ビデオの後に映画完全方にあるリストに英語で名前を書くと、それ以降1年間は映画を見ずにビーチへ降りることが可能になる。次の来場時に入場してすぐ右手にあるインフォメーションデスクで自分の名前を検索してもらい、スタンプを押してもらうことで映画を見ずにビーチへ直接行くことができる。出展。 火山の形タフリング群馬大学、教育学部早川幸男、2016年10月閲覧、花馬ベーネーチャープリザーブ、オフィシャルウェブサイト、シティカウンティオブホノルルハット ABCD 花馬1 com。com2015 年8月26日閲覧。ありがとうございます。